続きまして、雇用における合理的配慮ということで、すいません、鳥海総合法律事務所で、大丈夫ですか、弁護士の小島健一様、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。去年、も参加させていただいたんですが、今日2回目で、もっぱら勉強するつもりで来たんですけども、発表者が今回は少ないということで、じゃあやらせていただきます。で、今春名先生も有名な方でですね、私は人事労務とか産業保険をやってるんですが、難病に関してのその就労支援、両立支援あでは有名な尊敬申し上げてるんですけれども、私はその企業がクライアントで、人事労務が専門で、企業に助言すると。だから会社側の弁護士なわけですね。そうなんだけど、裁判でこうぐちゃぐちゃになってから関わるよりも、とにかく問題が現場で生じている時に少しでも早く相談してもらって、会社側の人事や管理職のもうコンサルティングでをして、当事者で解決することを促すというやり方でずっとやってきました。で、そういうことをやっぱりやるお客さんって日本企業は本当に苦手で、私は外資系の企業が主なクライアントである企業法務の法律事務所でいた、そういう環境があったからそういう機会に恵まれて訓練されたっていう、そういう背景があります。まあ、そうなんですけど、20年来やってきて、まずはそのメンタルヘルス不調から始まり、だんだんその糖尿病をはじめとする身体的な疾患っていうのが、もう労働事件の実は判例の半分以上が何らかの形で健康に関係してるんです現在。で、なので労働法をやるとか人事労務をやるって言ったら、健康産業保険とか健康障害っていうもの、病気ですね、こういったことを真面目に取り組まないと、解決できないんですが、本当にいわゆる多職種連携とか専門性の壁ですね、こういうことに、本気に企業側で取り組んでる弁護士はもうほとんど皆無、です。なんだけど、これをですね、広げていくべくですね、何しろ企業側には圧倒的にニーズはあるんですよ。何もその企業もですね、血も涙もなく辞めさせるっていうつもりでいるわけじゃなくて、働き続けてほしいし、なんとかトラブル解決して円満にやりたいんだけれども、何しろ分からない者同士で、こう揉めてどんどんすれ違っていくという対話ができないっていう状況なんですね。で、その対話を乗り越えてこうやっていくっていうところで、それをやはりこう当事者の立場に立って、そこに正しい知識をそれぞれにサジェストして、それでやっぱ解決策を一緒になって考えるっていう、こういう関わりをとにかくする人材、専門職が必要なんです。で、突き詰めちゃえば人事や管理職を教育するしかないし、経営者を教育してください。支援者をその育てるといっても、財源の公的な財源の限界はあるし、それぞれみんな生活がかかっているわけで、最後は当事者ですから、そしたら突き詰めれば企業にお金あるんですから、基本的には。で、それがだから経営に役立つ、職場改善に役立つ、他の従業員のためになるっていうことを納得するならば、経営者は金を出すし、言うことを聞くんですよ。で、そういう経営者かそうでない経営者かはもう本当に二極分化してきて、こういう話に耳を傾けないっていうか、マインドセットがない会社はいずれ潰れてきますから、中小企業も中心にですね、しょうがない。そういう国はもう政策判断してます、働き方改革で。だからここを単に労働時間を限定するんじゃなくて、いかに障害ある人も病気ある人も元気に働けるように、少しでも潜在能力を引き出すようにっていうのは、これ少子化対策全部しかり、女性の活躍ですね、全部共通している話なんで、介護の負担も。なので難しい話いっぱいあって、私も勉強することはもちろん必要なんですが、意外と共通してるっていうかですね、私主に結局やってることは、発達障害、それからパーソナリティ障害といわれる、人格障害といわれる、多席性が強くて会社と揉めちゃう人、周り操作しちゃう人、こういう人をどうするかをずっとやってきました。だけどそこでやってきてることは、がんとの両立支援も
何でもがんとの両立支援ってほとんどは見えない両立支援ですから、つまり障害はがんそのものにはなくて、しびれとか疲れやすさとか、それからメンタル的なやっぱりネガティブ思考になってしまったりとか、こういうところをどう支えるかなんで、なんだかんだ大雑把に言えば共通してるんですね。なので難病もいろいろそれぞれ違いすぎて難しいところあるとおっしゃるかともしれませんけど、働くとか企業として何を配慮すればいいかっていうのは驚くほど共通しているということで、ぜひその他の障害とか病気の当事者や支援者と情報共有したり、一緒に体験をシェアし合ったりすると、いろいろ打開策はあろうと思います。一応用意してきたスライドをいくらでもお送りしますので、それはなのでバッバッバッていきますね。両立支援って言われてるけれども、でよく言うんですよ、がんもがん対策基本法とかでなんか努力義務とか言われてるけど、いやいやはっきり言ってめちゃくちゃ義務なんですけどっていう、合理的配慮提供義務そのものなんですね、両立支援は。で、それは手帳の所持関係ありませんから、障害者って言ったって普通の病気なので、働いてる人でメンタル不調者になって視床病で、休職期間満了で辞める、この人にも合理的配慮提供したのかっていうのが、実際もうすでに裁判で争って、裁判判決で合理的配慮を考慮してます。なので当然がんも難病も工事の機能障害もみんな対象です。で手帳のも問いません。で差別禁止もそうで、差別禁止もちろん大事なことをやっぱり働くっていうのは相手の立場になって考えれば分かると思うんですけど、仕事がちゃんとできるのか何ができるのかってそこからやっぱりなりますから、それができないんだったら、それはそれ相応の給料とか待遇になっちゃうのはしょうがない。だけどそれは合理的配慮を提供していることが前提ですよっていう、合理的配慮がキーになる。ところが障害者の定義抽象的だし、本人が認識ない、特に発達障害とかに認識してない人多いですから、それから開示しない、まさにそのオープンかクローズかっていう問題で、こういうことで企業に対してはこれ基本的に企業向けのスライドと同じですから、社員全員の課題だと認識すべきだと。でこれは子どものいる女性で、子どもがいなくてもですね、妊活、不妊治療、これ最大今ものすごく若い世代にとって仕事辞めなきゃいけない、夫婦関係どうなっちゃうか分かんない課題です。で、実は私も今その研究の手伝いして、今年本出ますけれども、去年出したのはがんとの両立支援の本出してますので、後で下の方で、合理的配慮って一応こう定義されてます。個々のニーズに応じて企業側の過重負担なくて能力発揮妨げる社会的障壁を取り除く、社会的障壁を取り除くっていうのは、これは障害モデルの、その障害に対する考え方の医療モデルから社会モデルへという変化で、障害は本人の体の中にあるんじゃなくて外にある、さらにはその環境や人との関係性の中に宿っている、去年こちらでお話しされた熊谷先生もご説明されてますけれども、社会モデルなんですね。で物理的環境は分かりやすいんですけど、一番ネックになるの実は2番と3番、意思疎通とルール慣行、これが働く上で非常にネックになります。で意思疎通が特にですね、先ほど来話出てる、医者主治医は病気の症状は分かるんだけど職場の状況が分かんないっていうので、これをすり合わせなきゃいけないんですけど、問題は働いたことないのに、あるいは相手の会社の仕事がよく分かんないのにあらかじめ分かるわけはないんですね。ということで、これはトライアンドエラーでやるしかないところあります。ただある程度経験は共有できるから、パターン的にいろいろこうストックは揃えられると。であとはもう個別によく話聞いてやっていくしかない。間に立って世話焼いて本人のから引き出す、医者から引き出す、そういうことが強いて言えば間に入る人のとても重要な能力だと思います。だから本当は中小企業の社長の奥さんがそういう面倒見のいい奥さんだったら昔からやってることですよ、そういうことはね、ということなんです。で、対話がだから必要と。で対話で作り上げていくんだけど、
問題は対話が苦手で、対話する前提としての自分自身がよくわからない、職場の方もわからない。なぜわからないかっていうと、医療的な言葉と仕事をする場面での必要な言葉が違うんですね。まあ、それを疾病性と事例性って言ったりしますけれども、なので症状を、それから仕事の上での配慮に置き換えていく翻訳が必要っていう。でこれがんの世界では、がん研カードって言って、知り仲のいい遠藤元樹っていう順天堂の産業医がソフトウェア開発しちゃいました。医者側で、その症状を入力していくと、あとは本人が職場の仕事内容を入力すると、自動的に配慮すべき事項が職場の言葉で出てくるっていう、そういうもので、がんの今度種類別に揃えていって、でいずれこれは病院のカルテ、電子カルテの中に組み込んじゃうっていう方向でやってます。だからまあ今過渡期なんで大変だと思いますけども、今頑張りどころですよということです。でまあ私は企業側に合理的配慮って言ってよく分かんないから、誠実にとにかく対話する義務だと、まずそこから始まんないとしょうがないということで、まあそういうこんなことを提唱してます。それでこれはですね、障害者就労移行支援、障害者支援、私は主に精神障害、発達障害 の障害者雇用の関係者、当事者でありますけれども、働くことのやっぱり意味合いって、働いて初めてやっぱり、自分自身を知るっていう意味があってですね、これが成長につながっていくんです。やっぱり他者との関係、それから本気で貢献や求められるっていう、その真剣勝負の中でこそ自分自身が分かってくるし、変容していくっていうことです。でこれは事業所側も同じで、全くこれ当時対象関係ですけども、今企業が必要としているのはまさにそういう経験なんですね。普通に働いて元気にやってるようでいても、全然能力発揮できてない社員が山のようにいて、これから高年齢で70歳定年向かっていくときにもう困っちゃってるわけですよ。もう一回どう再開発するか、そういうことに難病障害者の人たちと一緒に働いてっていう経験が役に立ちますよって、まあ、こんなことを暴論のようによく受け取られますけど、障害者を特例子会社とかそう押し込めてんじゃなくて、各職場に一人ずつ配置しろって言ってるわけですね。これ本気で言ってるんであって、なぜそうかっていうと、女性や外国人でダイバーシティやろうとしてもダメなんです。適応できちゃうから。でなので、適応しようっつってもなかなか大変な人を入れないと、周りが変えなきゃいけないプレッシャーがかかんないんですよ。だからもちろんね、そこは産業医とか保健師とか何らか のちゃんと分かった人間が指導しないと、本当殺しちゃいますよって言ってるんですけど、ただそれぐらいのこと、荒療治をやらないと変わらないくらい、我々ってこういう、なんでしょうね、仕事の優先順位もついてない、無理無駄、リスクだらけ、個性、本人の能力と合わない仕事を無理やりやらせてるって、全く非効率な職場が日本中山のようにある。これを変えていくためですよっていうふうに、まあ、企業とかにも説明してるし、実際そこに目覚めてる企業がたくさんあります。まあ、本当にこの辺行くとこ行けばですね、そういう企業の経営者とか人事の人が集まってるんですね。でこれ健康経営もそうだし、知らない人は本当に知らないし、まるででもそういうところは終わってきますから、何もそんな会社入る必要ない、ね、こちらが選別するつもりでやってください。そうしないと、こんなひどい目に遭いましたって、だって病気、精神障害隠して入社にした人間が半年後に分かって配慮を求めて、それはそれで配慮したんだけど、そのまた半年後にお前隠して入っただろうって言って懲戒処分した、そういう会社が、ね、最近もネットで炎上しました。私も新聞にコメント求められて、そんなもんダメだって言ったんですが、他の弁護士はいやしょうがないとか言って、だけど本当でも現実はそうなんです。春名先生もそんなのはダメですよっておっしゃいましたが、そこを分かってる会社とそんなもの知りもしないでバサバサ首にする会社は山のようにあります。だからそれは友達から
オープンにすべきかって言われたら、相手がよくわからないんだったら黙っとけって言います。それはだけどできる限りオープンにして働ける場所を探すべきです。そこはだからこっちもどんどん攻めていかなきゃいけないんで、たまたま行き当たりばったりで行った先がダメなやつだったからひどいじゃないですかって言っても、それはやっぱ国は助けてくれないし、自分たちで選んでいかなきゃいけない。こっちが選別して、企業を選別していくっていうつもりでやってください。私会社が弁護士ですけど、ぜひそのいい会社を生き残らせて、ダメな会社はどんどん潰れてってもらうようにということです。でなぜいいかっていうと、ごめんなさいね、時間大丈夫ですか。これはですね、私その女性活躍のその話とか外資系が多かったから、非常に日本企業がなぜダメなのかとかいうことすごくよくわかるんですけれども、ある意味ですね、人間支援されたり配慮され続けている立場だとそこに合わせちゃうんですね。で期待されてないから、そうするとその通りになってっちゃう。それでやっぱり育休取らせたけど終わったら辞めてったと、だから嫌なんだとか言って、それどんどん突き詰めると結婚した女性はもう辞めさせるとかね、子供ができたら辞めさせるってなってっちゃう。で結局どうしてそうなってっちゃうかっていうと、やっぱり配慮されるばっかりじゃダメで、自分が誰かに配慮するとか支援するとか貢献するっていう、それを女性社員も新入社員もメンタル不調の社員もみんなそうしなきゃいけない。でもちろん障害者雇用の当事者もそうだし、だけど基本的に気合入って皆さんやろうっていうんだったら覚悟が決まってるところあると思うんですよ。でその辺の覚悟が決まりきらない中途半端な制約のある社員をシャキッとさせるためには、ぜひ自分の困難な状況にあることについて自覚を十分持ちながらチャレンジしようとしている障害者雇用の人を職場に入れてやった方が絶対効率的なんですね。それでこんなふうに書いてます。で自立っていうのは孤立とは違うんで、人に依存できないと自立はできません。これは去年来られた熊谷慎一郎さん自身がよくおっしゃってて、脳性麻痺で車椅子だから母親にしか依存できなかった。それがやはり自分、それが人に薄く広く、依存先をコントロールできるようになったことが自立だとおっしゃってます。全く本当にその通りです。で自立と支援、依存と支援はこれがセットになって助け合いで、心理的安全が大事だってことはよく言われてますが、これはですね、結局仕事用の仮面をいかに脱げるか、建前のをいかに捨てれるかっていう、そういうことの職場をどう作っていくかっていうことになります。これ最大のテーマなんで簡単じゃないことは分かってますが、目覚めてる人事関係者や経営者はみんな共通の目指していることですから、居場所出番だけではなくて仕事に没頭できる、それから能力価値観を解放して発揮できるかどうか、これがもう日本経済をなんとかする生き残るためにはみんな共通で、やんなきゃいけないことなんで、よく経営者にもこういうスライド見せて当たり前のことだけど、ついつい働くの技の部分ばっかり、手を入れようとするけどちゃうよと、心と体だし、それから、家族、職場、斜め前の同僚、ここが気になってたら仕事には集中できないし、それから睡眠含めた、産業保険ですね。なんで健康経営とダイバーシティ経営って言ってますけれども、健康経営は昔からある産業保険です。で、それからダイバーシティ経営というのはインクルージョンですね。これはもうこの2つを徹底してやることが働き方改革だって、分かってる企業は分かってます。これであと5分、あと1分というわけで、私の事務所のホームページでも私のところにも赤字のやつは読めるようにしてますし、これからも今私はもともと結局発達障害と言っちゃ申し訳ないんで、パーソナリティ障害と言われるような多席性が強い企業ともうトラブルでしこっちゃってる人を円満に辞めさせる、黒幕としてずっと会社側の裏にいてやってきたんですね。でだからこの対話の演技指導をずっとやってきた。
わけなんです。だけどやっぱりこれ実は本当共通してて、今でもクライアントから障害者雇用なんだけど、身体障害者なんだけど、トラブってんのはどっちかっていうと精神障害的なことで、みんな職場とトラブってるわけです。なので同じなのでね、がんの両立支援も似たようなとこです。なのでこんな産業看護学、保健師ですね、保健師のをいかに増やしていくか、産業医は数足りないしモチベーション無理ですので、いかに保健師看護師を活用するか、それからまあこれはまあ社長向けでね啓発してます。社長にはこれ読ませると、最後はダイバーシティ&インクルージョンと健康経営が大事だってことが分かるように、日経から出してます。それからこれが去年出したがんの人のための就業規則のバイパスを作る、まあ、休職期間を特別にがんだけ伸ばしたり、短時間労働で復帰できるようにっていう、でまあ、はっきり言って差別じゃないか、がんだけって思われるかもしれません。だけど、まあ、就業規則ってやっぱり権利性を持つんで、まあ、そういうところで、あとがんだと、まあ、自分もなるかもしれないとかあるんでね、ある意味突破口だと思ってます。でそこはやっぱがん協力で、サバイバーの人たちがめちゃくちゃ協力、当事者が頑張ってます。だからもう産業保険とかすっ飛ばして、サバイバーが社会活動運動をやって、十分企業に両立支援というものを納得させるところまで来てます。だから、当事者大事です。そこが目覚めて いただきたい。それからまあこんな結局強いて言えば、働くってキャリア支援って言います。キャリアで、キャリアって何かっていうことを、まだまだそれ日本でキャリアコンサルタントが全然活躍できてないのは、やっぱり私たち自身が働くとか社会との関わりについて、まだまだ十分本当に本気で考え抜いてないで、それはいろんな理由があると思います。なのでまあカウンセラーとか心理師さんもね、ぜひ皆さんの経験を共有して、彼らもまた味方につけるようにしてもらったらいいなと思います。まあ、こんなところです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、私が相談したいというふうに思ってしまいましたが、質問いただける方は手を挙げていただければと。はい、南部相談支援の川原ですけど、本当にお話ありがとうございました。私の思いとですね、すごくもう一致してですね、本当は嬉しいぐらいでしたのでですね、コメントとして先生のご活躍をですね、すげえ長く私のためにお願いしたいと、こういうことだけでコメントさせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。評価をいただきました。ありがとうございます。他にも、どうぞ。PA の須山ですけど、先ほど春野先生に質問した、その就職する時の面接で言われたっていうのは、実はその人は公務員試験の三次試験まで行って最終まで残ってるんですっていう方のお母さんからのお電話だったんですけど、でその時私思ったんですけど、まあこれ電話来て後で思ったんですけど、病気はありませんかって言われた時に、多分その後にですね、病気あるんだったらこちらいろいろ配慮したいと思うんですけど、何かあったら言ってくださいということを、まあ、対話の中でなかった。だから病気ありませんかと言われた時、本当に病気持ってる人はぐさっとそこに来るっていうのがあるのかなと思って、だから先生企業に行ってらっしゃるんでしたら、そこのとこも含めてお話をしていただけるいいかなと思いました。ありがとう。その通り、本当にこのクローズとかオープンかの問題は、それを解決するに、まあ、企業がうちの会社は病気や障害に対してこうやりますよっていうことを宣言しろっていう、あらかじめで、それをやっぱしないと、お互いに思惑の違いでトラブルになる。でそんなことしたらそんな人ばっかり集まっちゃうんじゃないですかとかね、またくだらないことを言う人いるんですけど、そういう会社こそいい若い優秀な若い人が入ってきますよって。今の若い人たち舐めちゃダメですよ。めちゃくちゃよく見てるし、ネット情報収集力あるんで、そこで若い優秀な人に選ばれる企業、そういうとこで倫理観とかが、企業にとっての倫理性が今若い人たちがその企業を選ぶ、
倫理性とあと社会貢献、社会的意義みたいなという時代ですから、給料や出世とかはではありませんのでね、ね、その辺を手を変え品を変えいろいろ巻き込んで仲間をどんどん作っていくことが大事だと思います。仲間を作って、はい、どうぞ。すいません、JPA の斉藤と申します。私実は発達障害のお子さんがちっちゃい時から通う場所と、それからその人たちが不登校になったお子さんたちをが通ってくるフリースクールの方に関与しております。そして発達障害の方々はやっぱりそこに入ってくることによって随分また変わっていくこともあるんですが、個性をこう大事にするような施設の経営をやっているところだもんですから、ものすごくこう能力が偏りはあるんですが伸びていくっていうことがあります。それである精神科の先生ともお話をしょっちゅうしてるんですけども、その精神科の先生のところに採用された人がめったにうちの病院には来ないんだけども、京都大学と東大を出た発達障害の人が来たんだよって、で私のことを斉藤さんって言うんですが、斉藤さんものすごくね仕事ができるんだよ、ただ周りの人たちがどう接していいかっていうことを職場がみんなが学び合ったから、その人たちの能力が他の人を採用するよりも3倍ぐらい仕事がはかどってるってことだ、そんなお話も聞いております。そういうことを考えますと、企業の上の方の人がどういう人が個性がいっぱいあることの人が入ることによって企業がどういうふうに経営がうまくいくかっていう、そういう先生のお話だったような気がしますので、ぜひその企業の方々にそういうことをどんどん宣伝していただければ嬉しいなって、こんなふうに思いました。感想でございました、はい、おっしゃる通りで、私も発達障害ですから、発達するんです。発達障害は機会や経験や環境が恵まれないと問題になってっちゃうんで、別に発達障害が悪いとか全然なくて、むしろ多数派だと思ってますからね。はい、時間、はい、時間が落ちてまいりましたので、これで、小島先生のお話ありがとうございました。皆さん拍手をお願いいたします。ありがとうございます。